私たちもまた新しい歌などを作っています。沖縄の小さな島で古宇利島、ご存知ですか？北の方にあります小さな島ですけれども、ハートの形をした岩があって、ハートロックという名所があって、で嵐の皆さんが JAL のコマーシャルでしたね。それで一躍有名になった小さな島です。そこは古くからアダムとイブの伝説があり、長い橋がまた渡っていますね。通行量のかからない橋としては2番目に長い、全国で2番目に長い橋が渡っています。とても綺麗な島です。ポップの曲から、感じの曲から紹介したいと思います。聴いてください。ホワイトシェル、恋の島です。新しい曲を次々と生み出した福原恒夫という作曲家がおりました。その代表曲で場所をお送りしたいと思います。
と書きます。ゲイノオッホのするとこですね。アシビクのゲイノのことを言うんですね。そしてね、首里城の正殿の方、あ、お着工しましたね、はい、この間、この間昨日ですね、はい、着工しました。ね、無事また綺麗な首里城が見れると思うんですが、そこの前のストライプっていうか、線の引かれた部分が正殿の前の、そこは恩庭と書いてうなーって言います。アシビナは遊び、庭と書いてアシビナーなーっていうのが庭のことなんですね。アシビナー、次の曲はまた遊び、アシビナーなど芸能を奉納するとこなんで、太鼓持ってきて、三振持ってきて、またみんなでこう健康を願おうという歌詞の内容です。アシビナしい曲ですね。しました。はい、キーボード菊川ひとしでした。はい、伊賀恵子でお送りしました。ニフェイベイビーターン、どうぞ必ずもごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。ニフェイベイビーターン。